2024年9月場所は関脇の大の里が13勝2敗で2度目の優勝を決め、翌場所は大関へ昇進することが決まりました。大の里が優勝を決めたのは14日目の豊昇龍戦でしたが、大の里は今まで豊昇龍に勝ったことがなく、多くのファンも豊昇龍なら壁になってくれるのではないか、という思いを持っていたのです。ですが、大の里は豊昇龍に何もさせず圧倒し優勝を決めます。そんな豊昇龍は千秋楽になんとか勝ち越しを決めますが、大関になってからは未だに優勝ができていません。大関に上がる頃に比べると勢いも落ち着き、気づけば大の里に並ばれた豊昇龍ですが、なぜ大関の地位で低迷しているのでしょうか。そんな豊昇龍に対して秀ノ山親方が語ったコメントは、あまりにも的確なものでした。大の里の優勝。2024年9月場所は関脇の大の里が2度目の優勝を果たし幕を閉じました。大の里は前場所で新関脇でしたが、初日から連敗のスタートで、序盤から苦しい内容。最終的には9勝6敗と、今までの勢いに陰りが見えた場所でもありました。そんな苦しい場所を終えて迎えた9月場所は、初日から11連勝と破竹の勢いを見せます。優勝争いでも常に単独トップを走り続けました。大関昇進の目安は12勝ということで、誰もが大の里の大関昇進を確信していましたが、12日目に実力者の若隆景に敗れ、連勝は11でストップ。大関昇進も翌日に持ち越すことになりました。そして翌日からは大関戦が組まれ、13日目には大関琴桜との取り組みが組まれます。琴桜とは過去の成績も1勝3敗で決して合い口が良いとは言えない相手でしたが、取り直しの大熱戦を制し、12勝目を挙げました。こうして成績では大関昇進をほぼ確定的にした大の里ですが、優勝争いをしていた周囲の力士が負けたこともあり、翌14日目の取り組みで勝利すれば2度目の優勝が決まるという状況にもなります。そんな翌日の相手は大関の豊昇龍で、過去の対戦成績は1勝3敗。ですが1勝は不戦勝ということで、直接対決では未だに勝ったことのない相手でした。優勝が決まる大一番の相手が豊昇龍ということで、大きな注目が集まります。様々な重圧もかかる中でしたが、大の里は豊昇龍に何もさせず圧勝し、2度目の優勝を決めました。立ち合いでは一度待ったがあり、両者の立ち合いにも注目が集まりましたが、大の里は破壊的とも言えるような圧巻の出足を見せます。もろ手で豊昇龍を突き起こすと、豪快に腕が伸び、2秒余りで豊昇龍を土俵下まで押し出し、今場所一番とも言えるような内容での勝利を決めます。過去の対戦成績が悪かった豊昇龍を破っての優勝決定ということもあり、大の里は、嬉しいですね。後半戦で体に疲れが溜まっているけど、立ち合いと土俵際を意識した。と、落ち着いたコメントを残しました。大の里は会心の相撲で優勝を決めましたが、先に大関に昇進した豊昇龍は、この一番で7勝7敗となり、千秋楽に勝ち越しをかけることになります。今まで負けたことのなかった相手に何もできずに負けるなど、良いところを見せられなかった豊昇龍ですが、そんな豊昇龍に対して秀ノ山親方が語ったコメントはあまりにも的確なものでした。秀ノ山親方の的確すぎるコメント。14日目、大の里に負け7勝7敗と、後がなくなった豊昇龍ですが、千秋楽に大関琴桜に勝ち、なんとか8勝で勝ち越しを決めます。明らかに本来の力が出せていなかった豊昇龍ですが、秀ノ山親方はなぜ豊昇龍がこのような成績になったのかを答えていたのです。豊昇龍は序盤の成績が悪いことが多いですが、今回も同じで4日目の時点で1勝3敗の成績でした。4日目には小兵の翔猿に敗れ3敗目を喫しましたが、
この相撲を見た秀ノ山親方は低迷の要因を分析しています。秀ノ山親方は、立ち合いから相手に合わせてしまって小手先で捌こうとしていた。しっかりと踏み込んで自分の間合いに持っていきながら攻め込むのが豊昇龍の本来の相撲と、相手に合わせすぎてしまったがゆえの負けだとコメント。また、ここまで星が上がっていないだけに自分に自信が持てずに気持ちが守りに入っていたと分析しました。豊昇龍は大関に昇進して1年が過ぎましたが、昇進後はまだ優勝ができていません。豊昇龍自身も停滞の打開策を模索しており、体重を増やして場所に臨むなど工夫をしてきたそうです。増量の目的は前に出る圧力強化だと言いますが、秀ノ山親方は豊昇龍の伸び悩みの理由として別の要素を指摘していました。秀ノ山親方は豊昇龍の性格を考え、もともと勝利に対する貪欲さでは誰にも負けない力士、優勝して大関に上がった当時と比べてそれが薄れてしまっている印象があるとコメントしています。そして、体を鍛えて技を磨くことも大切だけど、豊昇龍の魅力である荒々しさ、豪快さがなくなって普通の力士になってしまったら上は目指せない、もう一度自分の強みを思い出してほしいと力説しました。実際に豊昇龍は気迫を前面に出す力士で、勝負への執念は誰よりも強いです。ただ黒星が続くと相撲が消極的になり、本来の相撲が取れなくなってしまうのでしょう。秀ノ山親方も、自分の相撲を一つ取り切れれば相撲感と自信が戻ってくると思う、自分を信じてやれることを目一杯やってほしいとコメントをしました。9月場所の豊昇龍は15日間を通して自らの形で勝った相撲は少なく、結果的には千秋楽に勝ち越すという内容だったので、秀ノ山親方のコメントも納得でしょう。2024年9月場所は琴桜と豊昇龍、2人の大関がどちらも大の里に負けており、先に大関に上がった2人は大の里に実力を見せつけられた形になっています。親方衆も大の里について、前に出ていますから言うことはない、強い相撲、3場所で2度の優勝は素晴らしいと絶賛しました。ですが、両大関が壁になれなかったことに対しては、過去にまだ大いちょうも祝えない力士が大関に上がったことってあるのかな、いかに周りが弱いかということと複雑な胸中を吐露しています。今の二大関に対しては、大の里より先に大関に上がったんだったらしっかりしてくれよと思う、審判の後ろの溜まり席からも大関は本当にだらしないなって声が聞こえてくるからねと嘆くなど、両大関への評価は下がる一方でした。特に今まで大の里に負けていなかった豊昇龍には、壁になってくれるという期待もかかっていたのでしょう。それが何もできずに負けてしまったので、残念という気持ちも多いはずです。それでは今後、豊昇龍にはどのような課題があるのでしょうか。豊昇龍の今後の課題。豊昇龍は現在の関取の中では誰よりも負けん気が強く、気迫を前面に出すタイプです。ですが、秀ノ山親方が言っていたように、黒星が続くと相撲が消極的になり、本来の相撲が取れなくなる傾向もあります。また豊昇龍はとても器用な力士で、未だに自分の得意な型がなく、その時に応じて技を繰り出し勝利につなげるようなタイプです。豪快な投げ技も魅力的ですが、親方衆からは怪我などを心配されることも多く、早く自分の型を見つけた方が良いとも言われています。なので、得意な型がない分、黒星が先行してしまうと焦って余計消極的になってしまうのでしょう。ただ豊昇龍の気持ちの強さは多くの親方衆が認めており、舞の海も、豊昇龍は追い込まれるほど強さを発揮するんですよ、初日からそういう気持ちでやってくれれば常に優勝争いをしてるんですけどね、
とコメントしています。実際に2024年9月場所でも7勝7敗で追い込まれた千秋楽には琴桜に勝っており、追い込まれた状態だと強さを発揮することも証明しているのです。また豊昇龍は大の里に圧倒され、結果的には引き立て役となっています。取り組み後には大の里が来場所は大関陣に加わることを念頭に、ライバルという意識はなかったが、これからも競い合っていく、次にやった時は負けないとコメントするなど気持ちの強さも見せました。千秋楽でなんとか勝ち越しを決めたことに対しては、とにかく勝ち越せてよかったと安堵の表情を浮かべる一方で、情けない、勉強だと思って頑張りますと反省の言葉も口にしています。また大の里の大関昇進が確実となり、来場所は三大関となることもあり、先輩大関として負けられない、自分もやってやるという気持ちで頑張りますと気合を入れたコメントを残しました。豊昇龍の実力や気迫は多くの人が認めていますが、得意な型が見つかっていないことや、黒星が続くと本来の相撲が取れなくなってしまうことが現段階では課題と言えるでしょう。2024年11月場所からは大の里が大関になり、豊昇龍も闘志を燃やしているので、15日間常に気迫を維持し続けられれば大の里の壁になることもできます。大の里の勢いからしてあっという間に横綱に昇進することも考えられますが、先輩大関としてそれを許すわけにはいきません。大の里の壁になり、豊昇龍自身もさらに上の番付に行けるよう稽古を積んでほしいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると泣いて喜びます。よろしくお願いいたします。